はい。で、その、まあ、さっきの、水野さんの言ったことみたいに、その、私は、そのね、国の職員から聞いてるけども、高江では過激な反対住民が、防衛局職員を、棒を持って追いかけ回したり石を投げたりとかね、そういう危険な行動に出てるみたいじゃないかって私はそう聞いてるって言って、副大臣が、はい、僕たちはそれを見てちょっとびっくりしちゃって、そんなことは一切ないのに、これは国会でこんなこと言っているのかまかり通っているんですね。そうですね。そういう発言。まあ多分だからその、報告が上に行った時には、ね、住民がこんな危険なことをしてますよという話になっていたのかもしれない。そうですね。まあそんなことは一切ないです。はい、近藤さん。はい。今日はね、ヤンバルの森高江から国ってものが見えてくるってタイトルつけたんですよ。うん、本当に小さな集落で、うん、国は一体何をしてるのかっていうのが見えてくるんですよね、うん、その座り込みっていうのは、うん、私はね、うん、要するに一つの思想っていうか考え方の表現方法だと思うんですよね、うんうん、でそれをこの要するに排除してうんぬんかんぬんっていうことになってくると、うん、僕はそれは単にその通行を妨害してるとかなんとかじゃなくて、つまりなんて言うんだろう、表現の自由に対して対峙できるだけの何か価値観がなかったら、うん、説得力がないですよね、うん、何かこう何を妨害してるとかいう理屈だけじゃ、とはいう気はいたしますよ ね、 ねえ、これ高江の問題そのものももちろん意味大きいですけどね、はい、普天間や辺野古やらいろいろなところで、はいはい、住民運動をなさってる方々沖縄やりますわ ね、はいはい、いますね、そういう方たちにとっても、はい、座り込みをしたらじゃあ訴えられるのか国にと、はい、いうことも含めて影響力は、ね、それは沖縄県だけじゃなくて全国か、はい、全国で そのまあ基地問題だけじゃなくて、ね、もうつまりだから国が決めたことに対して説明を求めたら、うん、その時点で国策に、うん、反対するものとして訴えられて、うんるというよう な今回がまあそういう初めての例だったらしいんですけども、まあ、アメリカでは国が住民をこのような形で訴えるという裁判初めてなんですね。まあ、アメリカではこれを、まあ、こういうような形のものをスラップ訴訟という場合スラップ訴訟といってですね、まあ、国や、大企業が、うんそのね、反対している住民の口封じというかその圧力を与えるために嫌がらせや恫喝をする目的で、うん個人や少数の団体を訴えるということを、まあ、スラップ訴訟というふうに言うようなんですけども、まあ、日本ではその今までね辺野古とかいろいろあるんですけども、うん、その高江で初めてその反対こうやってその住民運動をしているメンバーにその、うん、を訴えるという国が訴えるということは初めてだったようですね。そうか、はい、他への影響力は本当全てに対してあります ね、 そうですね、つまり国と住民の関係性を物語る、はい大きなものがこの小さな村にはい、まあ、ヒントになってくれればいいなと思うんですけども、はい、石原さん、はい、そうすると国の主張としては、その石原さんの側は要するに表現行為だということ で、 そうです、ね、僕はいいと思うんですよね、はい、そうすると国はそれに対しては 何を言ってる、要するに所有権の侵害だと言ってるわけですか。いや単なる通行妨害だと言ってるわけです。通行妨害で、はい、つまりその工事をするためにはその中に入らなきゃいけない、うんそこに入り口で僕たちがその、ね、工事車両を止めるっていうことがまあ通行妨害だということですね。それはちょっとあれですよね。いやちょっとそれで表現の行為を阻止できるっていう考え方は僕はちょっとおかしいなと思うし、やっぱり最終的には何かをこう通行妨害じゃなくて何かをこう侵害してるっていう理屈がないと、ああそうか、そうですね、はい、僕は
それで分かりましたとは言えないよね。そうだから、まあ、その裁判が起こった時、なった時も僕たちも、まあ、言ってみればもう本当にこういうことやったことない、素人の集まりだったんで、あのすぐにその弁護士さんたちに頼んで、弁護士さんたち来たんですけども、そのなんていうかな、訴訟の内容を見て、写真やそういうの内容を見て、今非常にデタラメな、名前もデタラメなの、写真もデタラメで、いや一体あのこれで何を訴えようとしてるんでしょうねと、いうような弁護士たちもちょっと首をかしげていましたね、はい、実際どうしたいんだろう国はと。だからやっぱりその中で、スラップ訴訟という言葉を僕たちは聞いて、その要はその、ね、精神的な、まあ、いろんなダメージを与えるために、その要は勝たなくていいんですね国は。国は、まあ、税金でそれをやるわけですから、あのね、もう国民全員が出してる、ね、そう国税でそれをやり、はいはい、そういうことを進めていくわけで、そして彼らは彼らで給料ももらっている、僕たちはそうじゃないわけ で、やっぱりそのいろんなダメージがあるわけですよ。それは生活がいろんな意味で壊されますよ。だからそういうのが目的ならば、まあ、彼らはある意味成功してるとも言えるし、まあ、非常にこうなんか僕らなんか少人数だから、舐めてたのかなみたいな、もうそういうことでは逆にこう僕たちも火がついたみたいな、ね、負けないぞみたいなところもあったわけですけど、はい、この高江の話ってなかなかね、皆さんに浸透している話ではないと思うんですね、はい、ご存じない方が多いんです。そうですね。で今度ですね、5月の9日10日水曜日木曜日に、はい、痛み知り別の演劇ホール、アイホールというところでお芝居をなさるんですね。はい、いや 僕がするんじゃないんですけども、いろんなその演劇界の方たちで、はい、集まられて、はい、思いを一つになさって、この高江を守ろうとしている人々を描くお芝居がございます、はい、これは私の村と書いて湾の村って、そうです、ね、あちらの言葉で沖縄では自分のこと湾って言います、ね、湾って言うんですか。あ、そうですか。湾の村から戦争が始まる、はい、沖縄やんばる高江の人々が守ろうとするもの、はい、こうしたタイトルの公演がございます、はい、でその後に石原さんが舞台でお話もなさるって。そうですね、一応とりあえずその、ゲストスピーカーで来てくださいって言われて、はい、まあ、内容としては、まあ、3公演あるんですけども、その、芝居の後に、対談方式で、いろんな方と、まあ、話をするみたいなことになってます ね、うん、ね、そういう貴重な機会がありますので、石原さんのお話、はい、もし生でお聞きになれる方はどうぞいらしてください、はい、沖縄県東村高江の住民石原武さんに今日は来ていただきました、はい、どうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。さて今日はですね、沖縄県からお越しいただきました沖縄県東村高江の住民石原隆さん、どうも最後まで残っていただきありがとうございます。石原さんのね、はい、高江が今どうなってるかっていう話を聞いて、はい、ラジオネーム玉ねぎちゃんという方がくださいました、はい、高江のヘリパッドの現状初めて聞いて驚きました、はい、住民の了解も取らないで進められた工事に断固抵抗したら何も関係ない人までも巻き込んで国が訴えるんですか。は？納得いきませんわってくださいました。そうですね。今日この事実を知ってくださってよかったですね。はい、ありがとうございます。夫婦俊樹さんって方は、はい、日本はいつの間にか恐ろしい国になってきていたんですかね。ああ、やっぱりなんかね、沖縄のことだけど、これ沖縄のことだけじゃなくて日本全部に関わってることだし、一人一人がね、いろんなことに目を向けてくれたらありがたいですね。国策に反対したら小さい子供でも容赦しないという、ね、この政治家の発言をどう捉えるかですね、はい、どうも今日はありがとうございました。石原武さんでした。はい、ありがとうございました。最後は沖縄県出身コッコのジュオンの見える丘で